頑張れ。ボンチャー。どっち先攻どっちが有利なの？先攻後攻あんま関係ない。いや先攻決めたらいいんじゃない？先に蹴って決めた方がいいんだ。うん、決めてプレッシャーかけるか。うん、先蹴りの方がいいの。相手先攻じゃん。どうでしょうか。か日本が先攻です。日本先攻。いいよ。南野が行きます。南野さん、うん、ああ頼む。ほんまに見れないです。見れないですか。ほんまに選手の気持ちをどんな気持ちなんやろ今。いやここを乗り越えなければ気持ちが勝ってたんか。新しい景色はありません。全員が思いを一つにして、なんか言うとこんな言い方するのいいんですけど、さっき聞こえちゃうの。こんな時からこそ楽しくいきます、ね、楽しくいきますか。うん、それぐらいの気持ちでいきますか。うん、もうじゃないともう持ちませんか。痛すぎて、いろんなところが、はい、それでも思いは届くはずです。頼むよ。うわぁ、ゴンちゃん、ゴンちゃん、次吉田。
まだ、あ、いける。ベスト16を破る。いける、マジ。やるぞ、これ。いける。ね、頼むぞ、前。これ外したおしまい。4年間チームを支え続けた日本のキャプテン吉田麻也。止めた。使い方が変だったもん今。キーパー当たってるな。入らんやん。日本の使い方変だ。決められた瞬間に試合が終わります。もう泣いてるやん。まだです。頼む。うわー。ストリートの壁。